皆さんこんにちは。いきまいプラス丹羽光代です。蟹市での新型コロナウイルスの感染者数は非常に多い状況となっています。引き続き感染拡大防止対策をしっかりとしてくださいね。さて今回はご覧の項目でお伝えしていきます。まずはその新型コロナ関連情報からです。蟹市では1月17日に市独自の第6波非常事態宣言を発出しました。また1月21日からはまん延防止等重点措置区域に指定されています。それに伴って市内公共施設などの開館時間の短縮を行っています。詳しくは各施設に直接お問い合わせいただくか市までご連絡ください。また3回目のワクチン接種について接種券を2回目の接種日が早い人から順に発送しています。予約については接種券に同封の案内文書をご確認の上、市が設置する蟹市新型コロナワクチン接種予約相談センターへ電話するか、市ホームページからウェブ予約にて受け付けます。小学生以下のお子さんの感染も拡大しています。家に帰ったら手を洗うなどの感染対策をしっかりしてください。さて今週のイチオシは町のヒーロー民生さんです。皆さんは民生委員、児童委員って聞いたことがありますか？まずはこちらの動画をご覧ください。の民生委員、仲良くしたい地域全員。私はこの町の民生委員、つながってれば維新伝心。それまでの僕はサラリーマン、憧れていた地域のキーマン。それまで私は傍観者、伝えたかった町への感謝。民生委員になって思った、誰もが暮らしに抱える心配。民生委員になってよかった、支え合いたい精一杯。神でもないし仏じゃないけど、困った人はほっとけない。知らんぷりはほっとじゃない、安心してて届けたい。この町で子供を育てた。ああ、この町が大好きなんだ。困った時は相談がベスト。隣近所大体フレンド。困った時は相談がベスト。地域のみんなマジリスペクト。素晴らしい。はい、カット。この動画は2019年に発表された動画で、 YouTube で見ることができます。実際の民生委員の人が出演して歌っているそうです。民生委員、児童委員の活動への誇りや隣人愛などをリズムに乗せて伝えています。監修はプロラッパーの新平太氏が行っているということで、本格派の楽曲に仕上がっていますよね。民生さん、正式には民生委員、児童委員と言いますが、一体どのような活動をしているんでしょうか。皆さんご存知ですか。民生委員、児童委員とは、一人暮らしの高齢者や障害者、ひとり親世帯など孤独死リスクの高い世帯への見回り活動や生活相談などを中心とした活動を行うボランティアです。蟹市でも多くの民生委員、児童委員の皆さんがご自分の住む地域を見回り、住民の皆さんに声をかけて回っています。独居の方を含め高齢者の方々のお家にですね、お伺いいたしまして、大丈夫ですかっていうちょっとお声掛けをさせていただいております。民生委員、児童委員の活動は
これだけではありません。登下校する児童を見守り、横断歩道の誘導といった活動なども行っています。最近では核家族化や近隣コミュニティの希薄化によって、地域をつなぐ民生委員、児童委員の役割がとても大切になってきています。あ、こんにちは。すみません。お元気なので、私からは心配することはまだないでしょうけど、とりあえず安心しております。とても心強いですよ。何かあったらちょっとでも相談すればいいなっていつも思ってます。またコロナだけど、元気でそういうのもだからこっちも元気になっちゃってもう負けていられないので、元気なふりをしながら、でもふりでもだんだんそれが力になるので、ありがたいことに、本当にありがたいことに、訪問する方の方からご相談も受けるようになりましたので、だからその点、続けさせていただいてよかったかな。だから自分も普通のジジババでしたらやらないこともおそらくやってるから、続けてるから、活躍の場を作っていただいてる、よくしていただいてるからとか、そうよくはしてないんですけど、よくしていただいてるからとか、それから一番声をかけていただける、困ったから声をかけてくださることが一番やってて、よかったかなと。皆さんやっぱりお伺いすれば、いろんなことをお話ししてくださったりとか、来てくれてありがとうとか、いつもお世話になりますって言って、笑顔がとっても素敵なので、やっててよかったかなと思って、続けてられるかなって思います。困ってることがあったら、一つでも手助けをしてあげたいっていうか、行政とのつながりを持ってあげたいとか、すごくいろんな手続きとかも煩雑になってくる、苦しい、複雑だし、理解できないというところもたくさんあると思いますので、そういった橋渡しのお手伝いができればいいなと思っております。ありがたいことだと思います。必ず月に1回はお顔を見せていただいて、こうしてこういうのをね、頂戴することができてありがたいです。ありがとうございます。お元気な顔が見られるのが励みになってます。大変なこともありますけど、辛い時に伺うと、顔見たから安心できたって言われると、ちょっと嬉しいなと思います。民生委員、児童委員の任期は1期3年となっています。今年12月には新たな民生さんを募集します。皆さんも町のヒーロー民生さんになってみませんか。若い人たちの中でも興味を持っている人たちが増えているそうですよ。続いてはプラスの視点、朝ごはんは大切です。栄養士の加藤さんにお話を聞きます。加藤さん、やはり朝ごはんは食べた方がいいのでしょうか。はい、そうですね。朝ごはんを食べないと脳のエネルギーが不足し、午前中の勉強や仕事の効率が悪くなると言われています。また1日2食になるため、1日に必要な栄養素を摂ることが難しくなります。さらに体に体脂肪が蓄積しやすくなり、肥満の原因の一つになります。また体内でのコレステロールや中性脂肪の合成が増え、脂質異常症という生活習慣病になりやすくなるとも言われています。いろいろと悪影響があるようですね。朝ごはんを食べるとどのような効果があるのでしょうか。朝ごはんを食べると消化管、食道や胃、小腸などが動き出すことにより熱を発生します。それによって得られた熱を利用して、寝ている間に低下した体温が上昇し、体が活動するための準備をします。私たちの体は寝ている間もエネルギーや栄養素を使っています。そのため
朝ごはんを食べることにより寝ている間に使われたエネルギーや栄養素と午前中に使うためのエネルギーや栄養素を補給する必要があります。脳の主なエネルギー源はブドウ糖です。ブドウ糖は体内に大量に貯蔵できないため朝ごはんで補給する必要があります。午前中の勉強や仕事の効率を上げるために朝ごはんでブドウ糖をはじめとするさまざまな栄養素を補給しましょう。朝ごはんを食べると排便のリズムが整い便秘の予防につながります。朝ごはんを食べないと生活のリズムが乱れるためそれが便秘の原因となることもあります。朝ごはんを食べることでいろんな効果があるようですね。ではどのような朝ごはんを食べたらいいんでしょうか。栄養バランスのとれた朝ごはんを食べることが大切です。朝ごはんの効果を得るには朝ごはんに主食、主菜、副菜が揃った朝ごはんを食べることが大切であると考えられています。牛乳、乳製品や果物については1日3食の食事のどこかに取り入れてもらうとさらにバランスのとれた食事になります。朝食の大切さについて栄養士の加藤さんにお話を聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ最後にお知らせです。乗里踏切が工事のため通行止めになります。蟹市広見市道25号線にある JR 太田線の乗里踏切が今年2月中旬から9月末まで通行止めになります。踏切内に歩道を設置する工事で終日全面通行止めになります。ご不便をおかけしますがご理解ご協力をお願いします。この道は私もよく通る道です。工事期間中は駅の方へ迂回して通ろうと思います。さあ番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の感想や季節のお便り、身近な疑問、今後取材してほしいことなど何でもお寄せください。宛先はこちらです。よろしくお願いします。次回は蟹市観光 PR 戦略についてご紹介します。ぜひご覧ください。それでは今回はこれで失礼します。